アメイジングストーリーズに掲載されたパーキーパッドの日々の教えパーキーパッドの日々はフィリップ・ケ・ディックの短編 SF 小説。右は和弘役がパーキーパッドの日の放題でサンリオ SF 文庫のザ・ベスト・オブ・ピ K ・ケ・ディック・アイに収録。同短編集を一部解約して再刊したパーキーパッドの日々には朝倉久志役が収録されている。 あとのパーマー・エールドリッチの三つの成婚の原型となった作品である。各戦争後の荒廃した地球で地下生活を送る人間たち。定期的に送られてくる物資で大人たちはミニチュアハウスとパーキーパッドという人形の制作と遊戯にふけりながらかつての古き良き時代を懐かしんでいる。その時代を全く知らず家もキュートな女性も知らない子供たちはそんな 大人たちが理解できない。そんなある日、隣町にコニーコンパニオンという人形の存在を知った大人たちはパーキーパッドをかけて勝負を申し込む。接戦の末、パーキーパッドが逆転優勝してコニーコンパニオンを獲得する。最初は大歓迎されたコニーコンパニオンだが、ある重大な事実が発覚したことで大人たちの間で言い,い争いが生じてしまう。 ありがとうございます。